e ネクスコロッジ佐野 SA 店佐野サービスエリアは、栃木県佐野市黒馬釜町の東北自動車道上にあるサービスエリア。東北自動車道の栃木県内で最も南に位置するサービスエリアである。駐車場の収容能力は、開設時点では、東北自動車道では最大規模の休憩施設となっていた。現在は、ハスダ SA が改装され駐車場の規模を 上回っている。同サービスエリアは上下線とも本線の西側にあり、上り線は本線をアウトパスして西側へ行く構造となっている。丘料場にあり、下り側は本線とほぼ同じ地上高であるが、上り側は7メートルほど高い場所に立地している。ただし上下線が同じ施設を使用しているわけではないため、U ターン等はできない。連絡通路の徒歩移動により、売店。 レストラントイレについては上下施設の総合利用が可能である。2007年11月に部分的な改装工事が行われた。また、上り線のスナックコーナーとショッピングコーナーは2008年7月17日にリニューアルオープンした。2008年7月24日に、旗小屋が運営する E、ネクスコロッチ、サノエスエー店が上り線側の敷地にオープンした。 国内で4例目、東日本高速道路管内では、初の高速道路上の宿泊施設となった。上り線側利用者は専用駐車場が建物そばにある一方、下り線利用者は下り SA にそのまま駐車し、連絡通路で上り線側に渡る形で利用する。また、2009年12月21日には上下線、それぞれにドッグランが開設されている。 高速道路を利用せずに、一般道からの利用も可能である。以前は、下り線側に来場者用駐車場が設置されていたが、2018年4月現在、従業員専用となり、上り線側に移設された。上り線スマートインターゲート手前に15台の来場者用駐車場が設置されている。2011年4月28日に、スマートインターチェンジが開設された。 上下線ともに24時間両方向を利用可能である。かつてはバス停留所が施設出口から本線合流付近に設置されていたが、1990年代に使われたのみであり、1998年2月に新宿絹川温泉線が廃止されてからは、バス停に停車する高速バスは存在しなくなり、案内図からも削除されている。その後は非常電話が置かれるのみで、 王子のプラットフォーム部分は草が生い茂っている。2019年8月14日より、上り線のレストラン、売店を運営する、京成フーズの従業員がストライキを起こしたため、2019年9月22日まで、上り線のレストラン、売店の営業が停止した。2020年、上り線商業施設の運営につき3月31日を、もって、 京成フーズとの契約を終了。4月1日より、日の丸サンズ株式会社が新たに運営を受託した。サノエ a スマートインターチェンジは、サノサービスエリア上に併設されているスマートインターチェンジである。サノエ a スマートインターチェンジに関するカテゴリー、ありがとうございます。